おはようございます。相場解説をご覧の皆様、今日はクリスマスイブでございます。12月24日ですよね。時間にして今まだ明け方です。朝4時になったところです。で、今日の相場解説なんですけども、昨日おとといといただいていた質問と回答に追加するような形でね、とってもいい今チャートができてますので、そちらの方の解説をしながら、来年のために非常に分かりやすい相場の見方について今日もお話していきます。それでは画面を切り替えてご覧いただきます。こちらをどうぞ。まずはですね、昨日の夕方の話です。私の家では夕食が済んで、チャートを見てそろそろ一眠りしようかなという時間だったんですけども、12月23日の19時のチャートです。このようになってます。前回の質問に続くわけなんですけども、ポイントはですね、こちらの方を起点として今上昇トレンドに切り替わってるってことです。これトレンド転換と言えるほどのものではないんですけども、こちらからね、価格がぐっと落ちて、ここで底を打ってですね、徐々に上がってきてるよってことなんですよね。流れとしては上昇トレンドって見ることができます。これよろしいですかね。ではですね、次なんですけども、昨日の質問にも絡むわけなんですが、昨日私はね、上底って話をしてましたけども、ここを抜けて、上底を抜けたんで、倍で入れば勝てるよってことだったんですけども、じゃあどっから倍に入ればいいのかなっていう目安ですよね。エントリーポイント、まずはエントリーポイントで一番目立つのがここです。こちらから上昇しかけたこのローソク足が大きく下に移りましたからね。ですね、ここに大きな力点があると考えれば、じゃあここを超えたらもうこの上昇を遮るものがないと考えてエントリーすればいいんじゃないかなってことで、エントリーポイントが決まってきますというお話をしました。じゃあどこまで上昇するんだってことになります。どこをテイクプロフィットラインと設ければいいのかってことなんですけども、テイクプロフィットラインはこの力点ですよね。ですんで横に伸ばして、この辺りでまずは利益確定をしていく見込みで、この距離を取ろうよってことになると思います。そしてロスカットラインはここですね。ということなんで、リスクリワードもしっかり 1.3 以上ありますし、非常に分かりやすいエントリーポイントが見て取れるというお話をさせてもらいました。で、次なんですけども、ここで押し目を作ってね、もう一発上に行こうとしていたわけなんですよ。でもその後また一旦下に落ちて、上がったと思ったら下に行きましたよね。ここでおおよそは横ばい風味なんですけども、じゃあ次、これがですね、どうも上昇していってるみたいだけども、じゃあ全体的に見て上昇トレンドなんだけども、今度はどこで倍で入ればいいのかなってことですけども、これももうお察しの言い方だったら明確ですよね。ここに2つの大体同じようなところに山ができてますから、これを横に伸ばしてね、今まさに昨日の19時の時点で114円の299ですから、ここを超えたら倍でエントリーすれば全体のトレンドにも乗っていけるんじゃないのってことで、かなり有利なね、エントリーをすることができるよっていうことに私でしたら判断します。今までの私の解説を見ていただいた方、そして昨日のQ&A に対するね、私の回答を見ていただいた方ならピンときたんじゃないですか。この114円の299を超えた時に倍で入った方、今頃どうなってるでしょうか。それでは今現在12月24日4時の朝4時のチャートを見ていきましょう。同じ1時間軸です。これになります。いかがですか。こことここを結んだ点を超えたら倍で入るという戦略なら、今多少のピップスが稼げると思いますよ。稼げていると、もちろんこんなね、20ピップス弱で利益確定しましょうってことは私は言いません。ですんで、これからまさにここを超えたわけですから、大きく伸びることを想定して、今エントリーされた方がいたらね、ゼロラインを作っていただいて、こっから下がっても損失が出ないように、でこのロスカットラインを調整して上の方にグッと持っていっていただければと思います。基本的には上昇トレンドに乗ってるし、こちらの力点も超えたし、ここね、
で、その他ここの力点も超えたんで、ここも超えましたんで、まあしばらくは上昇することを期待してもいいと思います。これだけ上昇の条件が揃っていたら、まあたとえね何かの原因で反転してロスカット食らっても悔いなしでしょ。しかも今の時点なら反転してセルの方向に向かっても損失はゼロですよ。金銭的なデメリットもないんですよ。まあですんでね、全体の戦略としてはこうなります。じゃあちょっと日足を見てみましょう。日足を見ていった時に、現在24日の4時の時点ではここにいますよね。さあもうお分かりでしょ。意識するところはここですよね。ここをもしね超えたとしたら、今度はここもしくはここまで利益幅が見込めるわけですよね。そういうふうに日足を見てってください。当面は1時間軸でどこまで伸ばせるかをゼロラインに設定した後、しっかり見ていけばいいと思います。そして利益が取れていってさらに上昇するようなら、この日足の方で次の目算を立ててみてください。114円の790までのテイクプロフィットが一つ目の段階。次の目標は115円の445ですよ。この115円の445まで伸びる余地が、この日足には、まあ、乗っているということですよね。ただですよ、私は全体的に見て、総合的に考えて、1時間以上の時間軸は、セルの方で働いてるというふうに判断してますけどね。ちょっとね、これはね、嫌な円安に向かってるんですよ。120円まで以前向かうんじゃないかなと、介入がない限り行っちゃうんじゃないかなと思いましたけども、まさにこのまま何も起きなければ、これね、120円まで行っちゃうんじゃないかなと思いますよね。それは来年わかることなんで、今のところ何とも言いませんけども、ただね、今回の動画でお届けした点を、まあ、背景に来年からの相場解説の方を続けていくということを申し上げておきます。皆さんも心づもりは、今日の動画が全て1年の総括であり、来年への展望になってますので、もう一回ね、もう二回見直すつもりで、今日、この動画をもう一回確認してみてください。はい、それではこの辺にしときましょうかね。はい、皆さんお疲れ様でした。